日本国内でですね、この調査でちょっと干物離れが進んでいるんじゃないかというデータが明らかになったんです。そんな中、静岡は干物名産ですから、干物離れを止めるあらゆる取り組みをしているということが今回の取材で分かりました。これを見るともう干物食べたくなっちゃいます。ご覧ください。やっぱり干物ってこう炭火で焼くのが贅沢ですよね。いい炭の香りとね、この魚の焼ける匂い、甘い油の香り、もうたまりません。赤赤、うん、ふっくら、油が甘い、じゅわーっと広がってたまりません。静岡を代表する名産品の一つ、干物。しかし今、干物を食べる人が減り続けているというのです。干物はあまり食べない、うん、あんまな、めんどくせえからな。若い方はどうしてもこう匂いがお部屋の中にこもりやすいとか、あと子供だと骨があっていやとか、そういうのがある。総務省が毎年行っている家計調査によると、去年1世帯あたりの塩干し魚介の支出額は13,024円。20年前は1世帯あたり18,741円だったので、ここ20年でおよそ3割減っていることになります。多くの海産物が揃う沼津港にやってきました。平日にもかかわらず多くの人たちが訪れています。そこで聞いてみましょう。今日沼津港で何を食べましたか？海鮮丼。生しらすとか。浜焼きとか、あとはもう海鮮丼とか。海鮮丼食べました。全国有数の干物の産地、沼津港で干物を食べたという人を探すことができませんでした。干物を製造する水産会社では、最盛期は300件ぐらい、現在も約60件なんで、もう5分の1ぐらいに件数は減ってしまっているところがありますね。日本の朝食の定番料理ともいえる干物は、このまま食卓から姿を消してしまうのでしょうか。今週のニュースの現場は、干物離れを食い止めるために県内で行われているさまざまな取り組みに迫ります。こんなん見たこともない。あっという間です。いやー、美味しかった、うん、静岡市内のスーパーマーケットです。年々干物の購入額が減っている中、こちらのスーパーではお客さんに干物を手に取ってもらおうとさまざまな工夫をしているんです。こちら入社3年目海産担当の浅井さんに売り場を案内してもらいました。干物コーナー、こちらになります。で、干物がこの辺り。はい、ここからこちらまでが干物コーナーとなっております。結構干物コーナー大きいんですね。はい、結構大きいですね。やっぱり静岡なんで、はい、干物が特徴的なので大きくなっております。静岡なんでってことは、やっぱり静岡の人は干物が好きってこと。はい、干物は結構売れますね。そうですか。アジの開きやサバの麹漬けなど定番の干物が並ぶ中で、このスーパーが今年力を入れているのが干物の新商品です。ここのコーナーになるんですけれども、はい、レンジで簡単焼き魚というふうになっておりまして、このトレーごともうレンジで温めてもらえれば食べれるようになっています。トレーごとレンジで温める。はい、もうレンジでチンすれば食べれるよっていう風に容器も工夫されてて、なので忙しい主婦の方やグリルを使わなくていいので、汚れなくて洗い物とかもいらないのでおすすめです。なるほど、はい、焼かない干物ってことですね。はい、買ってきたトレーごと調理できる、これレンジで簡単焼き魚と書いてありますが、ホッケのみりん干しなんですね。ちょっとやってみようと思います。爪楊枝などで 3,4 箇所穴を開けてくださいって。ちょっとじゃあ空気穴ってことですかね。はい、開けました。で、あとは600ワットで3分20秒って書いてありますからね。やってみます。これで焼き魚ができるんでしょうかね。
できました。どうでしょうか、レンジで干物初体験ですけど。お、熱いです。いや、なんか美味しそうですよ。すごくいい匂いがします。須藤さん、味が気になるでしょ。気になります。食べました。いいな。見た目はね、本当にあの普通の焼き魚です。ホッケのみりん干しということなんですが、あ、皮の方もねちょっと焼き目がついてますね。だからもともと少しこれ焼いてあるってことなんでしょうね。あ、身がなんかふっくらしてる感じが分かります。箸でいただきます。いい匂い。熱々なんですけど、今まさに焼いたっていう感じです。あのレンジでチンしたって言われないとこれわからないですね。焼かないでこれができるってもうほんと手軽ですね。美味しいですよ普通に。再びスーパーマーケットに戻ります。こちらの店では曜日ごとに干物の特売を行っていて、毎週火曜はアジの開きがお安くなるんです。どのぐらい安くなるんですか。今1枚198円なんですけど、はい、それが1枚130円になります。もう毎週火曜日はアジの開きが安いっていうのはもう毎週の定番なんですか。はい、そうです。お客さんもそれは分かっていらっしゃる。お客様は分かっていらっしゃいます。干物を買わなくなってきているなって思う年齢層とか人っていうのはどういうタイプの人なんですかね。私もそうなんですけど、20代の方とか若い方、多分お魚よりお肉が好きとかがあると思うんで、若い方はあんまりかなっていうふうに思います。浅井さんもお魚よりお肉が好き。お肉が好きでもお魚も好きですよね。お魚は好きです。はい。一方こちらは沼津で100年以上干物を作り続けている会社です。弊社も、昔に比べると、生産量が減ってます。10年前に比べたら枚数でいうと大体2割ぐらいは減ってるんじゃないかなと思います。干物の生産量だけでなく、沼津では干物関連の店や会社の数も減っているといいます。最盛期は40年ぐらいも前になるんですけども、その時はやっぱり300件ぐらい、現在も約60件なんで、もう5分の1ぐらいに件数は減ってしまっているところがありますね。魚の素材がなかなか安定して取れなかったりであったりとか、やはり市場が飽和しているというところも実はございまして、あとは跡取りがいないであったりとか、そういうところで件数が減ってしまっているのかなと思います。そうした中、こちらの会社では一昨年新たな商品を開発しました。こちらが、中骨を取ったアジの開きになりますね。この、真ん中の骨ですね、ここを、外して開いた食べやすくしたアジの開きになりますね。これどういうどこから始めたんでしょうか。お客さんからアジの干物って骨が多くて食べにくいっていう声をいただいてから、それからこう取り組んだ商品になります。この骨なしアジの干物が大ヒット。現在では売上全体のおよそ2割を占めるまでになったそうです。スーパーマーケットにもあらかじめ骨を取り除いた干物が売られていました。こちらは沼津の会社とは別のメーカーのもの、骨取りサバみりんです。フライパンでも調理できるということなので、フライパンで焼いてみました。はい、こちら油を引いたフライパンに、おお、いい音。骨が取ってある部分は筋のようになっています。魚の皮がくっついてしまわないか心配だったんですが、お、いい感じの焼き目がついてます。いやー、美味しそう。くっついてないです。大丈夫です。はい、いい感じだ。はい、ちょっと焦げ目が多い感じもしますが、フライパンでこんがりと焼けました。骨が取ってあるサバみりん、いただきます。グリルじゃないんで余分な油が下に落ちないかな、ちょっと油っぽいかなと思ったら、そんなことはないです。とても美味しい。ちょっと焦げた皮目のところがね、パリッとして美味しい。骨を取るとか小骨を気にすることがなくて、
パクパクいけちゃいます。もう完食しちゃいました。